いや、うまい。おい、いいよ、ニラもっと打ってけ、ニラ。ネイジさん、気ぃ使わなくていいよ。井上さん、イエローカード。ホームレスだな、ホームレスボール、ホームレスボール。いいぞ、ニラニラ、いいぞ。トミー、ビブもう一個借りてきたよ。うちと赤と黄色を混じんねえやつ。すいません。井上さん、やらしい。ナイスプレー、ナイスプレー、サンキュー。おい、触ってねーし、触りねー、あんなの触りねー。ニラちゃん頑張って。いや、うまい。うん、すいません。いや、うまい。うおーい、おしゃれ今の。ニラ1点取りいけ、1点。
さん、あれやっぱさ、なんだっけ、あ、ちょちょ、なんだっけ、マンツーで行った方がいいかな。マンツーで僕あるよ。いや違う、単純に人との距離が全然おかしいから、うんうんうん、マンツーもクソも。そう、マンツーとかそういう問題じゃないんだ、引く引かないとかじゃなくて、そうそうそう。で、あと基本的に引いてても絶対取れない。うん、逆に疲れるだけだから、うん、前からプレスかけて、ある程度プレスかけといて、縦パスカットした方が絶対疲れない。そういうことね。そうそう。だから例えばさ、横、うん、相手横パスで横パスしようとしたらさ、うん、例えばトムちゃんがボールにプレッシャー打った時に、うん、俺が横パスを狙ってくるストーリーって言ってたら、出せないね。分かるじゃん。そうですね。だからそこをカットする。はいはい。だ先週とか、そこで、縦狙ってないから、うん、結局取れないと前でプレスが出た俺とか、カザフさんとか戻ってくるんじゃない、うんうん、そういうので余計に体力使うわけ。そういうことね。